ジョン・マグロー、ジョン・マグロー、ジョン・ヨゼフ・マグロー、1873年4月7日から1934年2月25日は、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身のプロ野球選手、三塁手、プロ野球監督。右投げ左打ち。ニックネームは、マグシー、マグジー、リトル・ナポレオン、リトル・ナポレオン。 監督として2700勝以上を挙げ、ニューヨークジャイアンツを重度のリーグ制覇に導いた。勝利史上主義の独裁的な猛将として知られている。1891年、アメリカガソシエーションのボルチモアオリオールズに18歳の時入団する。同年リーグ消滅に伴いチームはナショナルリーグに移籍。マグローは3年目の1893年から進化を発揮し始める。 チームメイトだったウィリー・キーラー同様、マグローは地面に叩きつけて、瞬速で内野安打を稼ぐ、ボルチモア・チョップの使い手となり、長打は少ないものの高い打率を維持する。また死球をよく選ぶスタイルだったこともあり、打率はこの年、以降9年続けて3割を超え、出塁率は23試合しか出場しなかった1896年を除いて1902年まで毎年。 450以上を記録していた。1899年には、前任のネット反論の後を継いで、オリオールズの兼任監督となったが、この年は、マグロー本人の打率も、391、出塁率は、547にもなった。1899年に率いていた、ボルチモア球団が解散、1年だけセントルイスに在籍した後、 1901年に新設されたアメリカンリーグに移る。しかし、そこでも当時のリーグ顧問だったバン・ジョンソンとの関係が悪くなったことをきっかけに、同年ニューヨークジャイアンツに移籍する。ジャイアンツでは1906年まで試合に出ていたが、1903年以降はほぼ監督に専念していた。1899年にマグローは25歳で、 ボルチモアオリオールズの監督を兼任する。チーム自身は前年に主力の選手を大量に引き抜かれていたもののリーグ4位の検討を見せた。ニューヨークジャイアン追跡後は1903年に前年最下位だったチームを2位に躍進させ、1904万1905年と2年続けてリーグを制覇する。1904年リーグ制覇の際はワールドシリーズでのボストン・アメリカンズ、 現、レッドソックスとの対戦を拒否し、シリーズが開催されなかった。ニューヨークジャイアンツは、その後1911年からの3連覇、1921年からのリーグ4連覇を含め、マグロ監督時代に、計10回のリーグ制覇を成し遂げる。1913年には、当時のニューヨークジャイアンツとシカゴホワイトソックスの選手を中心とした世界周遊チームを率い 同年12月に来日、親善試合を行った。ジャイアンツ監督在任期間は30年に及ぶが、その間チームが A クラス上位4位までになれなかったのは、1902年、1915年、1926年、1932年のわずか4回だけであった。1919年からは、ジャイアンツのオーナー、またゼネラルマネージャーも兼任していた。 現在はオーナーが監督を行うことは禁止されている。またマグローは、選手時代のものも合わせ、計131回の退場処分を受けている。この数は2007年にボビー・コックス、アトランタ・ブレーブス監督が更新するまで、メジャーリーグ最多だった。1932年シーズン終了後、ジャイアンツの監督をビル・テリーに譲って退任。この時は、 ニューヨークタイムズでも一面トップとして報じられた。翌1933年、周囲の依頼もあって、シカゴコミスキーパークにて開催された第一回、オールスターゲームで、一試合だけ復帰して、ナショナルリーグの指揮を取った。それからわずか一年経った1934年、ニューヨーク州、ニューロシェルで、脳内出血のため60歳で死去した。死後、1937年に、 アメリカ野球殿堂入りした。なお、マグローの死後、彼の所有物の中からは、契約したがっていた、アフリカ系アメリカ人選手の一覧が発見されている。また、ジャイアンツもマグローの功績を称え、マグロー在籍時は、背番号導入前ということから、当時のフランチャイズであるニューヨークの2文字、NY として、クリスティマ・シューソンと共に、永久欠番に検証されている。 マグローは選手当時から勝てばいいんだと公言していて、勝ちへのこだわりから様々な戦術を考案したことでも知られている。現役時代、相手選手が三塁を回ろうとする際には必ずベースの内側に立ち、またタッチアップしようとする選手のベルトを引っ張ったりしていた。本塁突入の際には体当たりを忘れなかったという。選手時代に所属していた。 ボルチモア・オリオールズは1894年からリーグを3連覇したが、そこでは当時のボルチモアの監督、ネット・ハンロンとマグロによって様々な戦術が生み出された。例えば、外野手からの返球を内野手が中継するカットオフプレーを始めたのは、この時期のオリオールズが最初である。地面にボールを叩きつけて内野安打を稼ぐボルチモア・チョップは、 同年チームに移籍してきたウィリー・キーラーの発案を活かしたものだったウィリー・キーラーの功を参照。ヒットエンドランは以前ホワイト・ストッキングスのキング・ケリーとキャップ・アンソンが得意としていたプレーをもとに戦術として完成させたものである。初めてこの戦術を使ったタイ・ジャイアンツとの試合では13回試みて全て成功させ対戦相手の監督モンテウォードが こんな野球があってたまるか、と、ナショナルリーグ事務局に提訴した、というエピソードも残っている。戦術の中には、半ば、悪知恵とも言えるものもある。例えば、相手チームのバントが、ことごとくファウルになるよう、グラウンドキーパーに命じて、フィールドの三塁戦争に傾斜をこしらえさせた。また、本拠地の外野の芝生の竹を深くするよう指示した。これは、 外野の芝の中に1、2個ボールを隠し、外野へ長打が飛んだ時、隠してあったボールを偽って、内野手に送球するためだったという。ただ、偽玉が中継された後に、外野手が本物のボールを送球してしまったりして、この策略は長続きしなかった。映画、フィールド・オブ・ドリームスに登場するムーンライト・グラハムは、マグロ監督下のジャイアンツで1905年に1試合だけ、 守備に出場した選手である。1911年のシーズン途中、マグローは、チャーリー・ベクター・ファウスト、ビクトリー・ファウストという男と出会う。ファウストは、君が、ジャイアンツに加われば、ジャイアンツは優勝すると、駅舎から予言されたのだという。マグローは、野球選手でも何でもなかった、この男の言葉を信じ、8月11日のゲームから、彼を本当に、 ベンチに入れるようになった。同年のジャイアンツは彼の言う通り、残り50試合で40勝という終盤の快進撃を演じ、あっさりと優勝してしまった。ファウストはチームのお守りとして1913年まで帯同し、この間ジャイアンツはリーグを3連覇している。1901年史上初めてネイティブアメリカンであるを選手登録し、試合応援のためにネイティブが押し寄せた。 しかし、当時は、有色人種の選手は認められていなかったため、登録を抹消された。また、1905年には、日系アメリカ人の俊造杉本を勧誘した者、人種差別により入団が叶わなかったというエピソード残っている。順位は、年度最終順位。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。